いやー、すがすがしい朝だ。こういう日はきっと平和めなイメージだよ。ブイ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 。私はうぶしろ呪え、復讐の炎に身を焦がす反落の巫女、ただいま絶賛領域と決戦中である。早朝にカフェインを決めようとコーヒーをガブ飲みしすぎたせいで、未だかつてない領域に襲われていた。この猛烈にして強烈、激烈な領域は間違いなく10年に一度のビッグウェーブ来るわよこれ。不幸にもいつも使っている家のトイレは壊れてしまっており外で済ますしかないのだ。もう膀胱がパンパン、爆発寸前である。そういうわけで、公衆トイレへ全速前進で向かっている真っ最中なのよ。ブイ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 そうだそれよりも嘘がなきゃやばい。アイアマタレイ。何がしたいのよお前は。お前こそ何を企んでいる。あんな形相で走り回っておいて疑うなという方が無理な話だ。疑いが晴れるまでじっくりたっぷりねっとり職務質問してやるから覚悟しろ。そうかつまり私を殺すんだな。いや殺さねえよどんな被害妄想だ。というか別に法に触れること何回回してなかったし、むしろ私は領域の被害者みたいなもんだし、童貞のくせにこの私に偉そうにしてんじゃないわよ。その股間にぶら下がった病原体叩き切って燃やしてやるわよこの野郎。おいお前どこへ行くつもりだ。逃げようったってそうはいかんぞ。やばい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 。やったートイレだー。なんでよーあ。私はついに漏らしてしまった。完全 CC 呪いになってしまった。しかしまだ全てが終わったわけではない。幸い、前回漏らした時と違って誰にも見られていないし撮影されてもいない。替えの衣服を着るなどして、まるで何事もなかったように振る舞えばなんとかなる。個室に入っている人間か、誰かがトイレに入ってくるまでになんとかしなければ。私はいろんな意味で終わってしまうでしょう。そこで問題よ。どうやってこの状況を切り抜けるか。答え1、賢くて可愛い呪いちゃんは突如天才的なアイデアがひらめく。答え2、アルタイル30が来て助けてくれる。答え3、誰かに見つかる。現実は非常である。答え4、オンビョビョビョーン。私は選びたいのは答え2だけど期待はできない。今どこにいるかわからないあいつがあと数秒の間にここに現れて、日朝ヒーローのようにジャジャーンと登場して待ってましたと。間一髪で助けてくれるわけにはいかないわ。やはり答えは当然勢いは。だけどどうすれば、一体どうすれば。瞬間、うぶしろ呪いに幼少期の記憶がよぎった。霊感なし、もし外でお漏らししちゃったらどうすればいいの。そうですね、まず僕やお母さんのような大人の人に伝えることですね。それができない場合は、誰かに変身して罪をなすりつけるとかですね。僕は昔それで大嫌いな人間を陥れてやりましたよ。あの時は若かったなぁ。それだ変身。なんだ今の叫び声は、一体何があったんだ。うわ、お前うぶしろ祈り何をやっているんだ。排泄物を路上に撒き散らすなど軽く犯罪だぞ。そうよ。私は、うぶしろ。うぶしろ祈りよ。うぶしろ祈り、小便まみれじゃないか。お前本当に何やってんだ。そうよ、私はおしっこを漏らした。うぶしろいのりよ。何やってんだうぶしろいのり。漏らしたのようぶしろいのりよ。これで私の作戦、祈りに変身してあいつになりすばせば慣れ義務をあいつに捨てられるというわけよ。ついでにあいつを社会的に抹殺できる。まあなんて天才的アイデアなのかしら私、ノーベル賞は私のものね。さあ、そうとわかったらこの集体をマスコミなり FBI なり TNTN なりに言いふらすことね。私は公衆トイレで暴れておしっこを撒き散らして喜ぶ変態巫女って事実をね。うん、会食改弁。やっぱりいい女はお尻の奥まで隆起法ね。自分に化けている奴がいる。何かよからぬことをやっているに違いない。殺すやめてよってやめてよって、そんな大きいの入らない、ちょっと口は伸びうつ口は、私の体がぶけぶけ痛いにー。あ、なんだか息がなくなってきたっぽいわよ、ふっふっふっふ。ようやく治ったぞ、これで安心してうんこができるというものだ。
ところで呪えは一体どこへ行ったのだ。生まれ変わった便器を奴と一緒に祝いたかったというのに。さてお、呪え、貴様どこへ行ってたんだ。じゃあ